10月13日金曜日から16日の月曜日まで今後サンプルオーダー会開催します。ということでですね、ちょっとカタログを見ながら、まあね、ラインナップというかですね、どんな感じ、今後ってどういう感じなのかなって分かんない方にも、ちょっとご紹介できたらなと思うんですけど、どれが入ってくるかはちょっとよく分かってないんですけど、この、今後さんのカタログね、いつも、最近この、ちょっと外人の女性のモデルさんなんですけど、非常に可愛くてですね、雰囲気がよく合ってるなという印象なんですけども、なんて言ったらいいんだろうな。まあ、ナチュラル系のブランドですね。ナチュラル系の、ファッションですけども、ちょっとやっぱ柄ですとか、切り替え、そして刺繍に特徴がありまして、とても可愛い。とても可愛い。可愛さをなんて表現したらいいのかな。優しい。語彙力、ファッション語彙力。ですね、可愛いですよね。いや、可愛いですよ、どれも。着心地もよく、自然体で着られる感じのおしゃれっていうのかな。やっぱり普段の日常着、デイリーアイテムとしても使えるし、ちょっとしたお出かけ、ご旅行などにも着ていけそうな、そういう品の良さもあって、ありますね。真面目に解説すると、でどの辺が入ってくるかはちょっと分かってないんですけども、まあ一応このカタログがですね、展示会3回分の商材を取りまとめたものになってまして、どんどんこう寒そうに、あったかそうに間違えた、あったかそうな予想になってきますね。そう、でもこの辺のボアベストは多分僕の情報によると今回来ると思います。ボアですね、ボアベスト、ボタンですね、ジップじゃなくて、そういうなんていうのかな、ディテールなどにもやはりこだわりがあり、折り返しの部分だと思うんですけど、折り返すとこう柄が見えたりとかですね、それちょっとした遊び心ですとか、そういった部分も今後さんはですね、こだわっていて面白い商品作っていただいてますね。これインナーに袖口に切り替えと刺繍が入ってます。はい、これもなんかリバーシブルっぽいな、適当に言って違ったらすいませんよくありますね。あー、可愛いですね。やっぱワンピースも、主力アイテムですね、今後さんの。うち結構ね、ワンピもそうだけど、ボトムパンツとかそういったのも、結構オーダー入りまして、皆さん楽しみにというか、次どんなパンツ来るかなみたいな感じで思ってくださってる方多いと思います。ちなみにこれのワンピは前回の、オーダー会で入ってきたやつですね。そうです、まあ一応オーダー会、そうですね、3回あるうちの真ん中、秋冬なんですけども、その前にあったオーダーもカタログで、まあ在庫があるものでしたら注文できます。でオーダー会っていうのはですね、どういうものかと言いますと、例えばこのサンプルが入っ、ですね、一型っていうか1枚来るんですね。あ、ちょっと待ってください、次のページで説明しますすいません。あ、これも可愛いですね。刺繍かな、ニット。こういうふうにいろんなアイテムがあるじゃないですか。で、これがですね、1枚ずつ、本当は色違いで、まあ何色かあるアイテムの、一型一色がサンプルで届きまして、で、その、まあ例えばこの色が届いたとして、で、カタログにはですね、色違いが載ってるんですね。で、その、もし色違いが良かった、まあ、この白があったとして、この白を買いたいとオーダーしたいってなったら、その白もオーダーできます。伝わってますでしょうかそうです、一型につき一色がサンプル届きまして、まあ、カラー見本など絵型がありまして、それを参考に色違いも頼めます。もちろんこの色も頼めます。来てるものね
た色でも大丈夫で、オーダーしていただきますとそれほど時間を待たずに、お店に届きます。今回のだと16日で締めまして、その週の木金、19日か、20日頃にお店届く予定です。あ、はい、15日なので、12日に来るってね、木曜日に。そうです、今撮ってます。はい、はい、あ、はい、さなえさんでした。会話会話になってたね。なので本当現物という感覚ですね。まあ急に寒くなってちょっとはどうしようなんて思ってる方もね、逆にタイミングいいのかななんて思いますね。ちょっとしっかり冬物も多分入ってくると思いますし、まあ薄手のものもあるかもしれない。ちょっと本当にどれがあれかわかんないですね。この辺も可愛いけど今回のやつかな、どうでしょう。これ前回のやつだってわかるんですけど、そう、この可愛かったな、ベストで買った方はやっぱ今もうすぐですよね。でシャツと合わせて着ようかなとかっていうイメージになってくるのかななんて思いますが、はい、まあ、ちょっとざっとですけどもそんな感じで、可愛い商品が届きます。たくさん届きます。展示会分の商品一型ずつなのでかなり40型ぐらい来るかなと思うんですけど、それが一堂に見れるっていうのもなかなかない機会で、はい、そうだな、全国でもねうちだけらしいです、今子さんのオーダー会やってるの。それはなんかちょっと自慢していいですか。他のすいませんお店さんってあんまやってないらしくて、だから今子さんファンにとってはですね、とてもいい機会なんじゃないかなと思いますので、ぜひちょっとチェックしていただけたらなと思います。遠方の方も、メッセージ、お問い合わせなどいただけたら、ですね対応させていただきますので、通販ですね、通販もできますということで、まあ以上ざっとですけどサンプルオーダー会のお知らせでした。じゃあね。